シエルブルーカノヤは自転車ロードレースチームである。チーム名の由来はカノヤの青い空のフランス語読みから。鹿児島県をお住み、カノヤから世界に通用する選手を排出することを目的とした国内初のトラックの中長距離、種目専門プロサイクリングチームとして2016年発足。主に UCI トラック中長距離レースに参戦するほか 地元でジュニア育成や地域活動を通じて自転車競技の普及を行っている。冠無理スポンサーを持たず、主に地元を中心とする複数の企業や自治体、個人サポーターによるスポンサードで運営されている。一方、カノヤ体育大学自転車競技部ともつながりの深い、メルセデスベンツやキャノンデールからチームカーや自転車の供給も受けている。 2015年、2016年、2017年、2018年、2020年,年、2021年、2021年体制発表。これまでのトラックレースから主戦場を、ロードレースに舵を切り JBCF に参戦することが発表された。これに伴い、チームメンバーは遺跡、育成選手など10名と、大幅増強された。代表赤藤 A にメカニック脇、野坂治。 うちほんまことぶき、マッサーかつ大輔。ありがとうございます。